どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、失敗しやすい飼い主さんの特徴3選ということでお話ししていきたいと思います。はい、ワンちゃん飼ってね、失敗したなとかうまくいかないなとか手放したいなって思う人になんとね、共通点を見つけてしまいました。まあそりゃうまくねいかないよって話ですよね。で、まあまずね、これをね克服しないとうまくいかないことがね多くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、気をつけながらやっていただけたらいいんじゃないかなと思っております。まずは1つ目、運動する習慣がないね。これワンちゃんがじゃないですよ、人が運動する習慣がないってことですね。で、人ってね、体を動かすことが少なくなってくるとイライラしたりとかね、またね、私たちの中でもうまくいかなかった時にどうしてもね、人のせいにしたりとかね、ストレス溜まるとどうしても外にこう矢印が向きがちになってくるみたいなね、誰かのせいにしたくなるみたいな、こういうのもあるんじゃないかなと思っていて、もうとにかくね、ポジティブに楽しくワンちゃんと付き合うんだったら飼い主さんは最低限必要なだけの運動はしなさいっていうことですね。で、これすごい大事で、今ってね、例えばどこから始めたらいいのっていうと、 YouTube とかでもね、体動かしましょうみたいなのあるじゃないですか。本当あんなやつからでいいんですよ。別にね、マッチョになろうとかね、そういう話じゃなくって、体力を作ったりとかポジティブにトレーニングするためには、私たちがワンちゃんのお散歩行きます、遊んでいきます、そういう運動じゃなくって、私たちがワンちゃんたちとポジティブに遊ぶための運動が必要ということですね。なのでね、肩が痛い、腰が痛いとかって言ってると、もうそういうところを治すところから入っていかないと、どうしてもね、痛みがない人でもね、体が硬いなんていう人は要注意ね。本当にそこからね、悪くなってくるとワンちゃんとの関係性が悪化していくことが多いです。なので体が硬くないかな、痛くないかな、柔軟性はあるかな、体力あるかなっていうのを日頃ね、気をつけながら柔軟をしたりとか準備運動をしていただけたらね、ワンちゃんとの仲は改善できるんじゃないかなって思っております。2つ目ですね、何でも愛犬のせいにするということで、これ非常に多いんですよ。うちの子のこれが悪いとか、この子のせいでとか、そんなことはないんですよ。ワンちゃんっていうのは、私たちの問題がワンちゃんから映って見えてるだけであって、問題行動なんて実はねないんです。幻想なんですよ。それは私たちが抱えてる問題がワンちゃん通して見えてるだけ。もしそうじゃないのに、何かね、もし問題を持った子がうちに来ちゃってるっていう場合は、今度はね、それを解決するのが実は私たちの人生にとって必要だから、その子が来てるっていう話ですね。なのでぜひ皆さんもね、考えながらやっていただきたいのが、ワンちゃんが悪いわけじゃなくて、その子は私たちに何らか必要な教訓、もしくは必要な経験ね、そういったことを私たちに、教えてくれてる、もしくは見せてくれてるね、それがワンちゃんのね、やっぱり一番いいとこなんじゃないかなと思いますので、素直に受け入れて正面から向き合って一緒にやっていく、それしかね解決する術はないんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、愛犬のせいにせずにね、やっていただけたらいいんじゃないかなと思います。3つ目、言い訳をしてやらないね、言い訳しちゃっていいわけね、良くないっすよね。大事なところで言うと、やっぱりね、やらなきゃいけないんですよ。忙しいのも分かりますね、時間がないのも分かります。でもね、やれる瞬間を作ってやっていかないと、ワンちゃんたちは変われるものも変わらないんですよ。なんで変わんないかって、やらないからさ。大事なことっていうのは、私たちがワンちゃんのために何ができるかなって考えたら、とにかく言い訳せずに、やらなきゃいけない、必要だって言われたことはやるっていうところから入っていけば、何かが変わる、変わったところから自分たちが頑張る、やる意味、継続したいところね、見つけてってあげられたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にね、ワンちゃんと向き合っていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、ワンちゃんとの生活の中でいろいろあると思います。でもね、これ全部必要な経験ということで、逆にね、これをやっちゃうとうまくいかないっていうことは、逆をやればみんな必ずうまくいくっていうことなんですよね。ぜひ皆さんもね、騙されたと思って、まずはやってみるところから挑戦してみてはいかがでしょうか。